スマホ買っちゃおう、モバイルドットコム。はいどうも、モバイルドットコム TV チェアホンと椿です。よろしくお願いします。お願いします。なんとですね、椿さん、 au の最新スマホ登場しました。発表されまして、すごい。なんとすべて 5G モデルということで。全部なんだ。はい。で、今回ね、ちょっと僕も発表を聞いていて衝撃だったのは、今後ね、au から発売されるモデルすべて 5G モデルになります。そうなの。はい、もうすべて 5G 対応のものが発売されると。なので、まあ必然的にその 4G モデルはもう出ないという感じになるんで、あ、ここでもう切り替えなんだと。早いね。結構早い、思ってたよりも早い。で、まあ、僕自身、まあ、Xperia 1 Mark 2今 5G を au で契約をしてるんですけど、まあ、5G 通信ね、一回もまだ使えてないっていうことで、まあ、ちょっと不安もあるのかなという感じになっておりまして。そうだよね。4G スマホが出ないってことは、もうプランも 5G プランしかないってことだもんね。いいとこに気づきましたね。まさに、あの、実は 5G スマホを購入すると、機種変更するともう強制的に 5G プランになるというところも一つね、課題なのかなと思っております。まあ、そこはね、今回はまあ置いておいて、はいはい、まあ、新機種を単純に楽しんでいこうじゃないかと、はい、ではそれではね、どんな新機種が出たのかっていうのをね、詳しくご紹介していきたいと思います。これを見ていただければ、 au のね、最新機種どんな機種かっていうところまでね、全て把握していただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それではやってみよう。はい、まずね、今回先に6機種ご紹介をしておきます。 Xperia 5 Mark 2、Galaxy Note 20 Ultra 5G、 Galaxy A51 5G、 Galaxy Z Fold 2 5G、 Galaxy Z Flip 5G、 最後に Aquos Sense 5G と、この6機種が今回初登場となっております。で、先日ね、実は発売した Aquos Sense 5G Basic DX なんですけど、一応ね、夏モデルとして発売をしてるので、今回のこの6機種には含まれておりません。それではね、まず早速、まあ、一番僕が気になってる機種からご紹介をしていきたいんですけれども、 Xperia 5 Mark 2、 やっぱりね、これがね、一番僕は気になっております。はい、2020年10月下旬発売予定で、約 6.1 インチの有機 EL ディスプレイ搭載、リフレッシュレート 120Hz 対応しました。うん、まあ、やっぱね、 Xperia 1 Mark 2で対応していないリフレッシュレート 120Hz がどんなものか、ここはね、気になるところです。メモリは 8GB、 ストレージ 128GB で、カールツアイスのレンズ採用、トリプルカメラ搭載で、広角、超広角、望遠という組み合わせとなっております。バッテリー容量は 4000mAh、 重さは 163g。 4000mAh で 163g なんで、比較的ね、軽いんですよね。嬉しいよね。はい、嬉しい1台となっております。で、もちろんね、安心の防水防塵、お財布携帯対応で、カラーは4色展開。左から、ブラック、グレー、ブルー、ピンクの4色展開となっております。うんうん、で、今回なんですけれども、なんかね、全部発表された機種 au ロゴがないんですよね。嘘。はい、これ結構良くないですか。本当に。はい、本当に多分本当に、まあ、ちょっとまだ実機は見てないんですけど、どうやらないっぽい。 Xperia 1 Mark 2 au で購入してるんですけど、下部に au ロゴが入ってるんで、これはね、結構嬉しい変化じゃないかと思います。で、今回この Xperia 5 Mark 2なんですけど、 5G 対応で、ミニ波には非対応なので、ここはちょっと注意してください。で、販売価格、まあ、やっぱり気になると思うんですけど、なんとね、未発表。未発表。はい、未発表でございます。今回ご紹介する、まあ、全6機種すべて価格未発表で。どういうこと。はい、で、うち5機種 Aquos Sense 5G 以外はもう今日から予約が始まっております。未発表なのに。はい、未発表なのに予約は始まっていて、まあ、だから、なんだろう、まあ、予約は先にしておいてねみたいな。まあ、キャンセルはね、もちろんできるんで、まあ、でもちょっとその、でも価格ありきじゃないですか。そうなんですよね。 Xperia 5 Mark 2、まあ、含めね、全部の機種、まあ、魅力的ではあるものの、やっぱりね、価格でさ、評価がだいぶ変わってくると思うんですよね。変わるし、その人が買えるかどうかも変わってくるじゃないですか。そうだね。まあね、予定してたものがさ、価格発表された時に、あれ、ちょっと思いのが高い、じゃあキャンセルしなきゃってなったらちょっと困るもんね。なんかそれも寂しいしね。まあ、なんでね、まあ、今回に限ったことではないんですけど、実はね。はい。まあ、ぜひね、やっぱり予約前にせめて価格を発表してほしいなと思っております。間違いないね。ぜひね、au さん、ここは変えてほしいです。さあ、それではですね、続いて、Galaxy Note 20 Ultra 5G。はいはい。はい。これもね、あの、国内投入が決定しておりまして。すごい、出るんだね。はい。2020年10月中旬発売予定。で、Xperia 5 Mark 2よりもこっちが先に発売をされます。そうなんだ。約 6.9 インチの有機 EL ディスプレイ搭載で、こちらもね、リフレッシュレート 120Hz 対応。うん、CPU にスナップドラゴン865プラスを搭載をしております。今一番最新の CPU となっております。で、メモリ 12GB
8GB、ストレージ 256GB で、今回はトリプルカメラ構成になっておりまして、広角超広角望遠プラスレーザーオートフォーカスが搭載をされております。うん、バッテリーよりは 4500mAh、重さは 208g。重いですね。ちょっとね、重いよね。うん、IP68 防水防塵&左右携帯対応、指紋認証、顔認証にも対応しておりまして、カラーは国内2色展開となっております。2色?はい。実はね、海外では3色展開なんですけど、はい、ホワイトが出ません。左からミスティックブロンズ。ミスティックブラックで、ミスティックブロンズはね、すでに僕も一回レビューをしてると思うんですけれども、うんうん、綺麗な色だよね。そうなんですよ、すりガラス調になっておりまして、ブラックは鏡面仕上げになっております。個人的にね、ホワイトも気になったんですけど、私ブロンズ好きね。ブロンズいいよ ね。またちょっとね、早めに僕も使用感レビューをお届けできればなと思っております。こちらの Galaxy Note 20 Ultra 5G は 5G ミリ波対応になっておりますので、ここもねチェックポイントかなと。販売価格未発表になっております。いくらの予想でしたっけ？うちの予想ではだいたい13万円ぐらいと、はい、なっております。どのぐらい誤差が出てくるか気になるところです。続いて Galaxy A51 5G、 Galaxy A41 の後継機っていうわけではないんですが、違うんだ。はい、ちょっと違うんですが、まあサムスンって、ね、結構ラインナップが複雑で、有名なところで言うとさっきのね Galaxy Note シリーズ、あとは Galaxy S シリーズ、ちょっと低価格な Galaxy A シリーズっていうのがありまして、うん、でこちらがこの Galaxy A シリーズでございます。2020年11月中旬発売予定で、約 6.5 インチの有機 EL ディスプレイ搭載、 CPU にスナップドラゴン 765G を搭載をしております。んなんとね、 CPU にスナップドラゴン 765G なんですよね。快適そうですね。いや、これね、おそらくめちゃくちゃ快適で、でしかも G がついてるんで、ゲームもねかなり多分快適にできる。はい、まあ、ここはねすごく期待したいポイントで、低価格の 5G でゲームそこそこやりたいっていう人はもうこれ多分買った方がいいと思う。ミドルレンジってことですか？そういうことなんですよ。ミドルレンジなんですよね。でメモリは 6GB で、ストレージ 128GB、 クワッドカメラ搭載しておりまして、標準超広角マクロ深度カメラを備えております。カメラもねやっぱり Galaxy シリーズらしい写真が撮れるんじゃないかと思います、うん、でバッテリー容量は 4500mAh、 重さは 189g、 IP68 防水防塵やお財布携帯対応で、顔に指紋認証にも対応。すごい。はい、カラーは2色展開で、プリズムブリックスホワイト、プリズムブリックスブラックの2色展開となっております。聞いたことない。はい、なかなかちょっと難しいネーミングで、うん、まあおしゃれそうな感じではありますね、うん、でディスプレイはねおそらくフラットに近い形になっていると思います、まあ、この辺もねエッジじゃないんで、まあより使いやすいのかなと。しかもこのクワッドカメラっていうのがすごくないですか？ね、カメラもね多分期待できると思うんですよね、うん、ぜひねちょっと登場したら手に入れたいなと僕は思っております。今回発表されたロッキー機種の中でミドルレンジの中で一番スペックが高いのはこの機種なんで、まあ、ぜひ ねチェックしてほしいなと思います。続いて Galaxy Z Fold 2 5G、2020年11月上旬発売予定、去年の Galaxy Fold の後継機となっております。すごい、まあ、より大画面に大きくなって、また大きくなったの？そうなんですよ、はい、インカメラのところもちょっと小さくなって、メインのディスプレイが開けると 7.6 インチ、なんとねリフレッシュレート 120Hz にも対応しております。閉じると 6.2 インチなんですが、サブディスプレイがねかなり大きくなっています。あ、そうなんだ。はい、 Galaxy Fold ってサブディスプレイがねちょっと小さ小さくて、それを修正してきたのがこの Z Fold 2となっております、はい、で CPU にスナップドラゴン865プラスで、メモリは 12GB、 ストレージ 256GB でトリプルカメラ搭載をしております。広角超広角望遠、バッテリー容量は 4500mAh、 重さは 282g、 重いですね。さすがにね2台分ぐらいあるんでねでお財布携帯だったりとか防水防塵は非対応、指紋認証顔認証は対応で、うん、カラーはミスティックブロンズのこの1色展開で、先ほどねお伝えしたサブディスプレイかなり大きくなってるのが分かると思います。本当だね、はい、まあ、非常に大きくなってるんで、普通に閉じた状態でスマートフォンとして使うにも、まあ、便利になったという感じになっております。これは勝手に買っちゃダメですよ。はい、注意します。はいで現状ね販売価格は未発表、これは予想になるんですが、ロマン価格だと思います。そうだよね、はい、まあ分かると思うんですけどこれ、はい、Z フォールドの時に聞いてびっくりしたやつだもん。そうだね、おそらくまあ20万超えはまあ固いで、25万円以下になるかどうかっていうところがまあ一つポイントになるのかなというところになっております。ちょっと注意してほしい点としては、実はミリ波も対応しているモデルもあったりするらしいんですけど、海外にはね、はい、国内モデルは一応ミリ波非対応となっております、うん、ここねちょっと注意ポイントかなと。 5G に対応してなくても私はいいですから、どっちでもいいですまあそういうことですね、うん、はい、続きいきましょうかね、はい。
それでは続いて Galaxy Z Flip 5G。 この機種ね、新しいのが出ます。 Galaxy Z Flip の後継機なんですが、後継機というよりか、もう本当マイナーアップデートっていう感じですね。あ、そうなんだ。はい、で Z Flip から何が変わったかっていうところなんですが、変わったのは大きく3つ。まず CPU がスナップドラゴン865プラスになりました。以前のモデルは855プラスでした。はい、で Z Flip は 5G 非対応だったので、今回 5G に対応したと。で最後に Wi-Fi 6に対応した。これはね、細かい変化ではあるんですけど、Wi-Fi の早い規格にね対応したという感じになっておりまして、はいはい、実はそれ以外はもうほとんど一緒、カラーの違いぐらいっていうことですね。あ、そうなんだね。はい、そうなんですよ。私ミラーパープルが好きね、言ってたよね。で今回ちょっと注意してほしいのは、カラーは一色展開でミスティックブロンズのみとなっております。でも可愛いよね。やっぱね、非常にね、今回このミスティックブロンズがね、高級感多分ある感じなんで、個人的にはねすごく気になってる一台かなと。でこちらももちろん販売価格が未発表なんですが、ロマン価格でございます。これも高いよね。はい、で国内で Galaxy Z Flip が179,000円ぐらいだったので、5G に対応したっていうのと CPU が良くなったと考えると、おそらく1万円は上がってくるんじゃないかと僕は思っていて、だいたい19万円ぐらい、20万円はさすがに切るかなっていう印象です。はい、今のところの予想。もう分からないですね。でなんかこういうのをさ、あえて高く見せておいて、メインのねフラッグシップモデルは13万とか14万にして、ちょっと安いっていう気にさせようっていうのも一つありなのかなと。そういう見せ方もしてんじゃないかなみたいな のを考えちゃいますね。これがね、一般層に広がるぐらいの価格帯で出てこれば、僕もねサクッと買いたいなと。これはむしろ私が欲しいです。あら、それでは最後にアクオスセンス 5G、これがねアクオスシリーズの最新モデルとなります。で発売時期ちょっと注意してほしいんですが、2021年春。そうだから秋冬じゃねえじゃんみたいなね、冬に近い春なのかなみたいな印象ですよね。うん、そういうことにしておきましょう。はい、約 5.8 インチのイグゾーディスプレイ搭載で、 CPU はスナップドラゴン690搭載となっております。でシャープはねこの辺がね今回しっかりしてるんですよね。690ってやっぱ結構サクサクに動くっていう噂を聞くので、今のところね。はい、非常にねシャープうまいなと。この辺よく搭載してくれたっていうのが個人的な感想です。でメモリは 4GB、 ストレージ 64GB でトリプルカメラ搭載になっております。以前のねアクオスセンス3っていう機種があったんですが、はいはい、標準と超広角だけだったんですが、ここに望遠が加わる形になります。非常にねカメラも使いやすくなるんじゃないか期待をしております。でバッテリー容量は 4500mAh、 重さは現時点では未定となっておりました。IP68 防水防塵対応とお財布携帯、こちらも対応しております。で顔認証、指紋認証対応で、カラーは3色展開となっておりまして、ライトカッパー、オリーブシルバー、ブラックのこの3色展開。オリーブシルバーだったんだね名前ね。なんかちょっとなんかグリーンっぽいよね。カラー可愛いよね。ね、手に取りやすいカラーじゃないかなと思います。で今回ここまで見てきてさ、結構茶色多くない、確かにトレンドカラーなのかな、やっぱりブロンズ系の色味が。確かに確かに、はい、なんでね、トレンドカラーを取り入れつつ3色展開なんで選びやすいんじゃないかと思います。でアクオスシリーズ、アクオスセンス4っていうのがあるんですけど、はい、au ではねどうやらやっぱり取り扱いをしないみたいで。あ、しないんだ。そうなんですよ。でおそらく UQ モバイルとかそっちで取り扱うんじゃないかと思っております。あ、そうなんだね。はい、au ではこのアクオスセンス 5G のみとなっております。じゃあここまでね、6機種、新機種見てきたんですが、どうでしたか？ガジェッター的にはね、非常に面白いラインナップかなと思います。そうなの？はい、だってさ、もう最新ハイエンドモデルたちが、ゴロゴロ出てきて、で、しかも、ロマンスマホが2台も詰まってるわけなんですよ。確かにね。はい、って考えると、もうガジェッター的にはね、もうこれ以上ないラインナップかなって思うんですけど、ただ一般ユーザー的な目線で言うと、ちょっと逆に買えるモデルが少ないんじゃないかなっていうところは心配かなと。そうだよね。そのフォールド2もフリップも、数に入らない可能性が高いですよ ね。おそらく、一般的に受ける機種ではないじゃないですか。一部ユーザーが飛びつくような機種なんで、アクオスセンス 5G だったりとか Galaxy A51、 このあたりは多分買いやすいと思うんですけど、やっぱり Xperia 5 Max 2もちょっとねまだ価格が発表されてるんで何とも言えないんですけど、おそらく10万ぐらい、ね。で Galaxy Note 20 Ultra も間違いなく10万を超えてくると思うんで、秋冬モデルは結構高価格になってしまって、ちょっと手がねなかなか出しづらいっていう感じもある
るのかなっていうところと、椿さんが言った通りやっぱり 5G スマホって機種が変わって同時にプランも変わるんで、うんうん、プランが変わると、まあ、やっぱり月額料金でちょっと上がるんですよね。そうだよね、うん、って考えると、まあ、割引とかね あったりはするんですが、なかなか悩みどころなんじゃないかと、うん、まだ買えなくてもいいかって思っちゃうよ ねなんでね、この辺は難しいところであるんですが、単純にスマホだけを見るのであれば非常に魅力的なラインナップになったんじゃないかと思います。ぜひね皆さんのコメント感想お待ちしております。もしこの動画がよろしければグッドボタン、いいねもよろしくお願いします。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。